おす、こんにちは、今日はディフェンステクニック、キャッチのやり方、今回は特に前蹴りに対するキャッチ、そのやり方やそこからの動きの展開、メリット、デメリット、パターンなどをご紹介したいと思います。テクニック、キャッチですが、そのままです。前蹴りが来るのに対して、キャッチします。下からすくい取るようにキャッチ、蹴り足をつかむのが OK なルールでしか使えません。まずそのやり方をご紹介します。これが相手の蹴り足と仮定します。前蹴りが来たのに対して、下からすくい取るようにキャッチします。蹴り足のかかとをしっかりキャッチしてやること。ポイントとしては左の前蹴りが来た時は左手でキャッチ、反対右の前蹴りが来た時は右手でキャッチしてあげた方がいいです。なぜかというと左の蹴り足に対して右手でキャッチしてしまうと相手の正面に立つことになるからです。左の前蹴りを左手でキャッチされた場合は相手はこう斜めに向いてしまいます。でも右手でキャッチされた場合は相手と相対してます。正面に立ってしまうのでこの状態からでも相手は何か攻撃を仕掛けてきますが、斜めになっていると攻撃しにくいです。その安全面も考えて相手の攻撃に対してクロス交差している側の手でキャッチしてあげた方が安全です。もう一つのポイントは相手の蹴り足に対してただキャッチするのではなく正確には相手の足をキャッチしながら引っ張ります。引っ張ることで相手の足バランスが崩れるので相手はキャッチされてからの攻撃に移りにくくなりますし自分は相手を崩してカットなり中に入ってパンチをするなり自分の行動に移りやすくなるからです。そして前蹴りが来た時にその場でキャッチしているとその蹴り足もしかしたら自分の方へ届いてしまうかもしれない、もしくはキャッチできなかった時に相手のパンチが顔へ飛んでくるかもしれない、そういう危険もあるので理想としては相手の蹴り足が来たらちょっとバックステップをしながらちょうどいいところでキャッチしてやります。キャッチしたらキャッチしながら中へ入る、それが理想です。これは絶対ではありませんが、大体の場合キックボクシングなど顔面ありの場合相手の前蹴りは膝を高く上げた状態から前へ伸ばしてくる、距離を取る前蹴りの蹴り方、ある程度の距離がある場所からの前蹴りであることが多いのでその場合はキャッチ非常に有効です。ある程度の距離があるのでキャッチしてから自分は中に入って攻撃すればいいですし、キャッチしてから顔面のパンチにつなげてあげてもいいです。ただこれがクルコンルール、顔面のパンチなしの場合だと、多くの場合前蹴りが結構近い距離から来ます。もともとの距離が近いので近い距離から下から突き上げてくる前蹴りに対して、キャッチっていうのはあまり有効ではありません。その下から来る攻撃をこうやって受けるっていうのはなかなか難しいからです。とっさの反応は難しいですし、キャッチしたところで相手との距離非常に近いので相手に掴み返されるか何か攻撃をされる場合が多いのである程度の距離がある場合、フルコンタクトルールでも距離がある遠いところからの前蹴りや横蹴りに対してはステップしながらキャッチして中に入ってカットにつなげるっていうのは十分使えるとは思います。
距離によってはキャッチするよりも下段払いなどの払いで対応してあげる必要はあります。ただある程度遠い距離から高い前蹴りが来た場合はこの払いっていうのはこうやってよいしょするのは効率的ではないので、その場合はキャッチの方が有効だと思います。距離によって使い分ける、払うかキャッチするか、前蹴りのディフェンスさばきテクニックとしてはそこも非常に重要なポイントだと思います。そしてキャッチしてからの攻撃のパターン、これは例ですけれども、最も多いのはキャッチ、蹴り足をキャッチしたら軸足から一遍に相手をカットする、もしくはキャッチしたらそこから相手を引き寄せながらフックを打つ。これがもしフルコンタクトルールの場合、キャッチが OK、 相手を掴むのが OK な場合であればここから引き寄せて後ろへ回ってカットしてもいいですし、入って投げにつなげたり、キャッチして引き寄せながらボディへのパンチにつなげるという風になると思います。なので次の攻撃につなげる点でも大事なのは相手の蹴り足をしっかりキャッチして引き寄せる、引き寄せながら自分が動く、相手を崩すっていう作業が最も大事になります。じゃあ逆に自分がキャッチされた場合、蹴り足をキャッチされた場合は、ここでじっとしていると相手の攻撃受けてしまいますので、キャッチされた場合、以前ご紹介したスピンキックの要領で、かかとで相手の手を跳ねのけたり、キャッチされた状態からこかされないように自分が体をひねって体重を乗せてあげると相手の手は自然と離れるので、逃げることができます。キャッチした相手と正対している場合、もし相手が左の前蹴りを右手でキャッチしている場合など、これは自分にとってもチャンスであるので、キャッチされた状態から、飛んで蹴ってもいいですし、キャッチされた状態から飛び込んでいくっていうのもできます。キャッチされた場合自分がどうするか、一つでも何か決めておいて、逆に自分がキャッチした時はどう動くか、これも何か一つ決めておけば相手の前蹴り怖くなくなります。距離によって使い分ける必要がありますが、このキャッチ非常に便利ですね。練習としては前蹴りを蹴ってもらってキャッチをするのを癖づける、ミット打ちやスパーリング、その中で前蹴りが来た時に毎回しっかりキャッチするっていうのを意識する、それが一番大事にはなってきますが、こういったちっちゃいサンドバッグを低くて動きながらキャッチする、癖づけも非常に重要になりますし、ちょっと重い3キロぐらいのボールを投げてもらって、それをちょうどいい距離でキャッチする、片手でキャッチする、練習も意外と役に立ちます、はい、ということでキャッチのご紹介でした。ぜひ使ってみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方はこちらでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価していただければ嬉しいです。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。